はい、どうも B レジェンド柿谷です。もうね、大好評いただいておりますこちら B レジェンドストリートファイター波動拳風味なんですが、あのね、まあそもそも波動拳ってどんな味だって言って結構ね、まあYouTube の方でもね話が出てたんですけど、まあ乳酸菌飲料とかね、あのお菓子のラムネみたいな味ですよって話をしてたんですが、まあ実際ね飲んで美味しいっていうのはね、今までの中で一番美味しいっていう声はすごくたくさんいただいてるんですけれども、まあなんかね、美味しいんですけど、こうもっとこう波動拳らしくならないかなっていうことでね、ちょっとこう工夫してみたいなと思います。でここにね、これ何かというとお水じゃないんですよ、炭酸です。おうち、おう、炭酸ね、炭酸でやってみたらやっぱりこうね、シュワシュワ感が出て波動拳っぽくなるんじゃないかなと思ってですね、シュワシュワが波動拳なのかっていうのはよくわかんないんですけど、でね、まあ、ちょっとここに 100cc 水を入れてあります。で 100cc 水入れて、ちょっとこう炭酸を 100cc 入れてなんかやれば、なんかちょうどこういいピリピリ感も出て波動拳っぽくなるんじゃないかなと思ったんで、ちょっとねやってみたいと思いますよ。まあじゃあちょっとやってみましょう。スプーン4杯1杯で、これをしくじった。 100cc 先に入れないと分かんない分量が。ちょっと待って、どうしたらいいかな。この辺りだから、この辺りだから200超えぐらいか。うわ、ちょっと待って、全然わかんない。これはやばそうな雰囲気がまんま見てやばいことになってる。なぜか入れるだけで超炭酸が出てる。これなんだろう、こんなんなんのかな、これプロテインとなんか反応してんのかな。うわ、すっげえ。ちょっと待って、これやばいんじゃねえの、振って大丈夫かな。あれ、あんなに泡がブワーってなったのに、なんか振ったら意外と何もならない。振ってみようか。多分ね、もし膨張するかどうか、こう蓋が今これ平らでしょ、わかるかな、平ら、どうなるかな。はい、あれ意外と蓋が全然膨張しない。あれ、プシュッとも言わない。どういうこと。もう泡は出てるけどね、はい、こんな感じ、泡は出てるけどね、今いい匂いするけどね。まあとりあえず飲んでみます。いただきます。うまい！うまいわ、やっぱり。うん。あ、なんかね、炭酸入れた時点でなんか塊みたいな、だからなんかダマできるんだろうなと思ったけど、ちょびっとダマあるけどあんまりできてないですね。あれ？なんで？全然炭酸じゃない。ん？どういうこと？ちょっともう一回やってみようか。炭酸だけじゃなく水と混ぜたからだね、多分きっと違うな。もうなんか入れた段階でめちゃくちゃ泡だって、これひょっとして入れた瞬間に泡抜けてんじゃねえの。泡じゃねえや、炭酸。ちょっと待って、わかんない、これ急いでやんなきゃダメなんじゃないの、ひょっとして急いでやんなきゃダメなパターン。そうか、さっき泡が減ってからやってたもんね。いや別にブシュってやる人もないんだけど、なんかわかんないけど2杯だけでやってみよう。あれ、蓋が全然膨張してねえぞ。ブシュってちょびっとしかやらない。とりあえずいただきます。ただうまいだけだと思うけど、うまい。この炭酸水、ちょっと他の炭酸水でやってないか分かんないけど、なんか炭酸水を入れた瞬間に泡が超出てきて一気に炭酸抜けるってことだよね、これね。なので、炭酸水でやってみたら全くシュワシュワ感がなくなりました。なんか理由はよく分かりません。はい、ということで、まあただB レジェンドストリートファイター波動拳風味が美味しいということは分かりました。はい。
なんか期待外れだね。なんかブワーってなって、なんかバカじゃねえみたいな動画になるのかなと思ったんだけど、全く何もないという、はい。まあ、すいません。皆さん、他の、炭酸水でやった時にどうなるかわかんないんで、もしやって、もう超吹きこぼれて、未成年の方だったらお母さんに怒られると怖いので、もうそのあたり責任持てないんでね、大人の人でも、やっててブシャーってなってこう奥さんにキレられてももう知らないですからね。もうそこは自己責任でお願いします。はい、ということで、なんかブシャッとなるかなと思いきや全くブシャッとならない動画で、ただストリートファイタービレンドが美味しかったというだけの動画でした。またお会いしましょう。さよなら。